はい。では、お時間になりましたので、次のセッションを始めさせていただきたいと思います。え本セッションは、株式会社エムソルデジタル様のスポンサーセッションとなります。金融業界で複数チーム、デブプスを目指して奮闘している話と題しまして、株式会社エムソルデジタルの野瀬、えー、様よりご講演賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。ご紹介ありがとうございます。マイク大丈夫ですかね、これで。はい。えー、と皆さん、こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。 はいあ。ありがとうございます。<laughs> いや、なんか、最初無駄話しちゃいますけど、あの、やっぱリアルタイムのカンパネスってすごいいいですよね。ここ最近結構数年ずっとコロナの影響で、だいたいこういうのは私好きでよく出てるんですけど、ずっとリモートで話すこともあったんですけどで、こうやってリアルで皆さんを前にして話ができるっていうのはすごいいいなと思いますし、皆さん同士もね、近くにいる人ってきっとこういうのアンテナ高く買ってらっしゃる方だと思うので、そういうところで刺激をね、受けて帰っていただけるといいのではないかなと。 思いますちょっと、ね、デブオプステージもう残り少ないですけど、あの最後までいただければなというふうに思ってます。はい。で、早速ちょっとセッションの内容のご紹介させていただこうと思うんですけれども、あのタイトルの通りですね、金融業界であの複数チームでのデブオプスを目指そうと奮闘している話と書かせていただいてます。なので、あの結論先に言ってたんですけど、あの全然サクセスストーリーとかじゃなくて、なんかもう、めっちゃうまくいって、みんなでエンジン組んで歌歌いましたとか、そういう話全然ないですね。 で元々はあは、アジャイルのあの字もなくて、デブオプスのデの字もなくて、っていうこううこだろうあの富士山っていう,こう樹海でまあすごで迷ってる段階のところのチームがいたんですけど、そこに対して、アジャイルとかデブオプスみたいな考え方をちょっとずつインストールしていって、今、その、まあ、富士山の山頂があのゴール、ものすごい価値が埋めるデブオプスの究極の形だとすると、大体今、2合目か3合目ぐらいまで来て、まあ、これからもみんなで上登っていこうじゃないかみたいなところは結構、あの で、規模も大きくなったんだけど、そっちの方に向かい始められたところなんですね。で、そういうところにあのどうやったら行きつけたかっていうところも、あの、すごいね、二点三点していろんなことがあったので、ちょっとそんなところを皆さんにあのご紹介させていただいて、何か一つでもね、こう、持って帰れるものがあるといいなというふうに思ってます。はい。ということで、あの、ちょっと、ちょっと。 えーと今日のセッションの内容についてですねで、複数チームっていうところもちょっとポイントだったりはするので、まあ、そんなところでどんな工夫をしたかみたいなところがお伝えできればなというふうに思ってます。でまあ、お話しすることはいいですねあの、富士の樹海からどうやって抜け出してきたかっていう話をします、はいで。まず私の自己紹介、本当に簡単にさせていただこうかなと思うんですけど、えー、と私、えー、株式会社、エムソルデジタルというところで働かせていただきます、野瀬と申します。 えっと普段の仕事はですね、なんいわゆるアジャイルコーチだったりとか、スクラムマスターみたいなことを、なりあいとしてまして、あの世の中のいろんな会社さん、なんかいろんな問題で困ってて、何とかしたいと思ってるんだけど、どうやってそれを解決していったらいいかわからんというところってたくさんあるんですね。で私たちのスタンスとしては、あの基本的にアジャイルのプロフェッショナルが集まってますので、まあ、そういうところでアジャイルの活用できるところをこう、ね、こう提案して、実際にこうインストールして、実際に動き出すところまであの伴走し,ますしようじゃありませんかみたいなことをやってることを。 普段はしてますで、さらにバックボーン的なところで言うと、私ずっとウォーターホールとかのエンジニアをやってまして、あのいわゆる SIR に十何年間かいたんですね。で、そこでウォーターホールやって、アジアルもやって、アプリもやって、インフラもやって、クラウドもオンプレもみたいな感じで結構いろんなことやってて、で、結構そこですごい思ったことがですね、やっぱ世の中のシステム開発のところって、価値実現にフォーカスして仕事ができてる環境ってめちゃくちゃ少ないんですよ。 私がいた現場もそうで、なんか作業をこう頑張ってやってるんだけど、なんか価値につながってないし、みんな疲弊してるしみたいなことが結構起きてて、でそういうところで私はアジャイルに出会ってですね、アジャイルとかデブオプスっていうのは、世の中を幸せにするためにすごい使えるツールなんじゃないかなと思って、今そういうこと、あの最終的な究極的な目標で言うと、ね、世の中で仕事をしている人が全員があの価値にコミットして、あのウィンウィンの関係性、価値も得られるし、自分も幸せになるしっていったところを目指して、 あのなんとかで、きなないいかなっていうこととを普段の仕事としててやってますでこんな形で講演活動もさせて,いてさせていただいて、今年はこれが始めたんですけど、あの昨年度は、えー、とデベロッパーズサミットの夏のところで公募、あ今回はスポンサーセッションなんですけどあの、去年は公募でデブサミットさせていただいたりとか、その前も a アジ u アルジャパン a 出させていただいたりみたいな活動をしていたりします。 はい。で、多分、1ミリも興味ないと思うので、速攻で飛ばそうと思うんですけど、あの、私たちの会社の、今年の1月にできました。で、もともと、マネジメントソリューションズって言った、あの、PM をマネジメント得意にしてるって会社があって、そこの中のなんか、社内ベンチャーじゃないですけど、アジャイルだったりとか、IT とマネジメント掛け算してなんか面白いことできねえか、みたいなことやり始めたところがあったんですね。 で、そこなんか面白そうじゃんと思って入って、ようやく今年の1月に会社としてスタートしました。まだまだ全然荒波の状態なので、あの、リックリウッディもやったりしてるんですけど、まあちょっとそんなことやってるって言ったところを、あの、簡単にあの、知っていただければと思います。で、普段はあの、アジャイルを中、私、特に私たちはアジャイルを中心として仕事してるので、いわゆる研修をやったりとか、コンサルティングであの、困ってることをヒアリングさせてください。こんな感じでやってていいすか、いいかもしれないですね、みたいなことを言ったりとか、あとは現場で実際にあの、 スクラムマスターとかやったりとかっていうところまであの幅広くやってるっていうあのご紹介でございました。はい、あのすいません、通させていただきます。で、えー、っと、今日あのご支援させていただいているその金融業界の会社さんのお話ですね。そのもともと受会にいたっていう話をしたんですけど、その受会の状態がどん,どんな感じだったかっていうのをこれから何ページかでお話をしていこうかなと思うんですけど、いわゆるこの金融業界っぽさっていうわけではないんですけど、やっぱ古くから金融って事業としてあるじゃないですか。 でその中で IT 活用してやっていこうぜってことをすると、何が起きるかっていうと、やっぱ必然的にシステム使い、使っていかなきゃいけない、運用保守していかなきゃいけないシステムの数、どうしても増えていくるんですよ。なのであの、ここの会社さんも例外じゃなくて、なんか一回作って、まあ、なんか使えるから使い続けてるみたいなシステムが、基、ま、幹、あ、システムとか、その周辺のサブシステムとか、なんかいろんなデ,データベースが散らばってたりとか、いろんなやつがあるんだけれども、全部ちゃんと全部やあの、メンテ運用していかなきゃいけないと。 いうところで、その保守開発だったりとか、運用とかをしていかなきゃいけないチームっていうのが、今回の舞台になってます。で、実際の仕事の流れとしてはですね、あの、一番左側のところに、いわゆるそのシステムを運用したりとか、保守開発したりとか、新しい機能欲しいで、みたいなことを言う、そのニーズの出所みたいなところで、営業の方だったりとか、業務部門みたいなとこがいたりするんですね。 で、その人たちからその開発部門、あの運用保守開発部門っていうところに、なんかこうこうこういう理由でこういうことやりたいんですけど、お願いできますみたいな感じで依頼が入ってきて、で、それをこう、あの、保守開発して運用してメンテしていということをやって,かなやっていくっていうことを使命にまず、もともとセッティングされた部門があります。で、ここの話に今日はなっていくんですけれども、じゃあ、そこのチーム、 あの、受会に行った時どんな感じになったかっていうのを簡単にご説明させていただくとですね、あの、もともとすごいちっちゃいチームだったんですよ。あの、新規で新しいプロジェクトを立ち上げてみたこと、最初はあんまなくて、本当にちっちゃい星開発とか運用がメインだったんですね。なので、あの、人数としても3、4人しかいない感じでやってたんですけど、で、その中で何が起きてたかっていうと、 いわゆるこの業務部門、さっきニーズの出どころになってる営業だったりとか、業務側の人が、暗黙地として、そのシステム側の人間の、誰がどこの分野に詳しいかって、なんとなく分かっちゃってたんですよ。で、その結果、何が起きたかっていうと、その業務部門とか営業部門の人から、あのこのシステムにこういうことやってほしいんですけどっていうのが、あの直接、ピアトゥーピアでこ来ちゃうみたいな感じのことが起きてたんですね。で、その結果、何が起きると、あのものすごい作業の偏りと、俗人化みたいなことが 起きます。もうただでさえこの人詳しいからこの人に聞こうっていう、もう初めからそれを隠さずそういう前提で話が飛んでくるもんだから、ある特定の人に関しては、なんかと、あの、ある時期はめちゃくちゃ忙しいみたいな。もう仕事に追われまくってるし、なんかこう、すごいある特定のサーバーにだけやったら詳しくなるみたいな。で、その逆もしっかりで、あの、こっち側の人は、あの、この人がめちゃくちゃ忙しくしてるのに対照的に、何か、あの、この週はなんかすごいまったりしてるみたいなことも結構起きてましたし、時期によってはその逆もしっかりみたいな。 感じのところがもう完全に個人主義で仕事をしちゃってるっててるだったんですね。で、そういうことが起きてるもんだから、あのいわゆるこう、ね、あのサーバーのアーキテクチャで、中央集権型のサーバーがないのと一緒で、ピアツーピアだから、この管理職の人が、あの現場が何が起きてるのかってわけわかんなくなっちゃってたんですよ。何か忙しそうにしてるんだけど、具体的に何をやってるんだろう、この人はっていうのが、管理職の人、そのシステム部門の会話管理職の方が、部長さんが分かってなかったんですね。 で、分かってないんだけど、なんかみんな辛そうにしてるというところで、これをなんとどうしたらいいんだろうかみたいなところがこうあったと。で、さらに言うと、あの、メンバー間の中も結構割と最悪で、でもそういう感じで結構仕事がね、状態的に忙しい状態っては結構起きちゃって,てましたし、お互いにこう協力できるような感じのスキルセットもね、全然こう共有できてもなかったんで、なんかもう一人で頑張るしかないっていう状態が続いちゃってたから、あの、関係性のところもこうかなり悪化してて、雰囲気も悪くてと。 いうことが起きてましたでその時の、ね、部長さんの言葉を借りると、みんな下を向いて、なるべく人と関わらないように、仕事が振られないように祈りながら仕事をしてるっていう表現を、その時の部長さんはしてました。まあ、これなんとかせなあかんやろというところで、じゃあ、じゃあ皆さんどうしますかみたいな話もあるんですけどで、私たちがどうしたかっていう話ですね。で、まあ、そのいうとにあの依頼をいただいて、あの状況分析したらこうなってたっていう話になってます。はい であの何したかっていうと、まあ、私たちはアジャイル屋さんでもあるので、あのアジャイルの使えるテクニックどんどん入れていきましょうみたいなことをしました。でまず個人主義がひどかったので、やっぱりアジャイルの,あのマインドセットって本当に素晴らしいものだと思ってて、もうありとあらゆる業態、す、ま、べ、あ、ての仕事はアジャイルにやっていくべきだって思ってるところは私はあるんですけれどその主にマインドセットの面でね。で例えば、個人っていうものを大事にしましょう、対話っていうものを大事にしましょう。 だったりとか、顧客と協調しましょうって契約ね交渉とかやってないで協調だよねって話があったりだったりとか、やっぱ成果を上げるためには自己組織化されたチームがいるよねとか、そういうあのようなマインドセットのところをまず、アジャイルっていうのはそういう考え方で進んでるものがまず世の中にあるんだというところを実際、検証の形で使ってあのインプットさせていただいて、その上であのこの後話すんですけど、スクラムを始めたんですね、うん。 で、そのスクラムのやり方も簡単に説明させていただいて、みたいなことを一日かけてあのインプットさせていただきました。で、最初に何をしたかっていうとですね、あのスクラムやっていくときって皆さんご存知だと思うんですけど、あのバックログを作りますね。プロダクトダウン解析だったら、プロダクトバックログっていうものをやりますけど、まあ、要するに、あの、やんなきゃいけない要求のものが、こう、リストとして並んでいるもの。で、かつそれには優先順位がついていて、あの、開発者の自分たちの開発スピードだったりとか、 っていうものをキャパシティを見た上で、あの、今週何をやるみたいな感じで、イテレーションを区切って、あの、回していくっていうスタイルを取るんですけど、まあ、それをやっていくためにも、まず、あの、バックログがないと話にならんだろうというところで、あの、状況を可視化しに行きましょうってことをしました。なので、あの、さっき現場でずっと仕事を作業をやりまくってましたって言ったところがあるんだけど、誰が何やってるかわかんないって話なんだったら、じゃあ誰が何やってるかっていうのをわかるようにしましょうっていう話で、もう本当、とシンプルな話ですね。 で、誰から依頼が来てますかそれはいつ来ましたかな,なぜその依頼は来てますかみたいな。そういう話をもう全員からヒアリングして、もうとにかく全部書き出しました。で、書き出した上で、なんか謎にもう2年前の依頼だよね、これみたいなやつとかは。でもなんか最近別に何もなんか催促とか来ないんですよみたいな話だったら、もうそれはちょっと一旦もう凍結というか、あの、取り除けましょうみたいなことを判断したりだったりとか。あとは、あの、声の大きさに結構左右されちゃうところがあって、 なんか、いや、すごい急ぎなんですよ。早くやってくださいよ。みたいな感じのが多部分から来るとなんかちょっと焦るじゃないですか。だから本当の価値を埋めてるかどうかじゃなくて、その依頼側の声の大きさで決まっちゃってるところが結構あったんで、そうじゃないよねというところで、まず部長さんの一時フィルターを通して、本当にこの中で価値を生みそうなものってどういうものなんだろうっていうので、一時フィルターかけて優先人員を立てたっていうことをいたしました。で、それをベースに今私たちに来てる依頼はこうなってて、あの、 優先順位を作るとこうなるから、まあ、このペースでいくと、あの、いつ頃になりますっていうのを、その部長さんにかなり頑張ってもらって、いろんな部署と調整して、そのバックログを、初版を作り上げるってことをいたしました。で、その後スクラムを導入してっていうこともしたんですけど、あの、ここでやっぱポイントになってくるのは、あの、チームでやった、やっ,やっていきましょうっていうのをしていかなきゃいけないということで、あの、スクラム入れましたね。で、そのスクラムの中でも、あの、 今、バックローグができたんで、まあ、それをベースにみんなでプランニングして、デイリーで状況確認しながらレビューをして、振り返りやってっていうことをしようというところで実際にやってもらって、で、チーム主義でやっていきたいので、やっぱね、個人的な俗人化を排除したいっていうところあるから、チームでやっていきたいというのもあったんですけど、いきなり全てそんなで、ね、100点で180度変わるかってってそんなこともなくて、あの、やっぱりどうしても今まで あの蓄積されてきた暗黙知みたいなものがやっぱどうしてもあるから、急にそのどのユーザーストーリーでも私がね好きな順番に取れますっていうのはやっぱできなかったんですね。なので、ある程度の俗人性は最初のうちは残っちゃってたんですけど、それはどうやって解決していったかっていうと、このスプリントレビューって本来だったらプロダクトユーザーストーリーできたら動いたものをデモして、それが価値を埋めてるかってみんなでフィードバックし合う場合がありますよね。あれをちょっっと改造させててもらってまず この私たちはどういう仕事をしているのかっていうのをお互いに発表する場みたいな感じで使いました。ってやっていくと何が起きるかっていうとですね、私今回こういうの部署からのこういう依頼があったんで、あのこういうことやってます、こういう技術使ってこんなことやってます、このサーバーこんなことやってますっていうのを発表してあげると、なんか似てるなとかっていうのを気づき始めるんですよね。あ、これはなんか私がやってるこの作業と似てるわとか、あ、なんか技術的に近いことやってるんですねみたいなことが気づいてくると、あ、じゃあそれ今度一緒にできるかもしれないじゃないですかみたいな。 感じで、徐々に徐々にではあるんだけれども、あの、協力をしながら仕事をしていくっていうスタイルができるようになってきた。で、あの、時間はかかるんだけど、そういうことをやっていくと、ああ、まあ、ね、なんかできるかもねっていうところが出てきて、で、最初4人か、4人だったな、4人でスタートしたところも、まあ、ちょっとずつそのプロセスを踏んでいくと、チームとしてのね、あの、チームとしてのナレッジっていうのが若干ずつをいいから、こう、蓄積できていけるので、まあ、少しずつ人を増やしてっていうのが、できてきましたっていうのが、まず最初のファーストステップ。 になりますなんで、まあ、この時にね、やっぱり、すべてにおいて言えることだなと思ったのは、やっぱな、何に問題があるとして、もうそれを改善するためには、まず可視化しないと、話にならないなというところで、今回言うと、バックログ、見える化しまった、した、それによって気づきが得られたっていうのもありますし、個人の作業も可視化したといったところで見えるようになりましたっていうのも。 ありましたしたやっぱチームで受けないとお互いに助け合いみたいなことも聞きないので、まあ、そういったところをあのやっていかなきゃいけないですよねというところが今回の会気づきかなと思います。ということで、まあ、全部いきなり解決ってわけじゃないけど解決する方向に向かいましたっていう意味でその個人個人で仕事が来てきて荒れるっていう状態がチームで受けることによってあの、ね、キャパシティパンクしてみたいなことが起きづらくなったのとえー、っと 管理職の方が状況を把握できてないっていうのも、あの、管理職の人がプロダクトオーナーとしてバックローのオーナーシップを発揮してもらったんで、そういう意味でも誰が何やってるかっていうのが分かんなくなるっていう状態は起きづらくなった。で、メンバーがバラバラに仕事してるっていうのもチームとしてちょっとずつであるけど、私こんなことやってますっていうのを共有することによって、チームで仕事をできるっていう状態をこう、進んでいきましたっていうのがまず最初の本当に地盤作りの一歩目ですね。ただし、デブオプスという意味では全然まだまだで、あの、 運用業務って結構いっぱいあったんですよ、この会社さん。あの、データ特、特殊な s q l で抜いてどっかに提供するとか、本番のエラー調査するとか、で、サーバーもたくさんあるから、ものによっちゃはなんかすごい重厚な手順書を使わないとリリースできないと結構いろんな作業があったんですけど、そこはまだバックログに出してとかっていうところもちょっとやりづらくて、突発的に出るっていうのもあるから、まだちょっと個人意図はあんま抜けきれなかったっていうこともあって、 で、まあ結果、この時、半年ぐらいかかったかな、これで。で、何やったかっていうと、まあ、アジャイルスクラムのこのプロセス、アプローチ、マインドセット、とてもいいよねっていう評価は結構会社的に得られた。ただし、運用業務は全然個人依存が抜けられてなくて、で、かつ言うと、そのね、業務部門、さっきの依頼主側との関係性も別にあんま変わってなくて、まだ依頼来てっていうところからそんな抜けられてなかったっていうのはあります。じゃあ、まあ最初の問題はなんか良くなってきたかもしれないけど、次どうすんねんってなると、新しい目標が生まれてきて、 やっぱこのプロセス使えるもんだからもっといっぱい広げていきたいよねというところでチームを大きくしたいということとあの将来的な目標としてあのビズとデブとオプスをつな、ね、げていきたいんだという明確な目標がまずは部長さんと私たちの間ですけどできてきたということでじゃあそこに向かって行ってやろうじゃないかという話になりますで半年からまたさらに半年ぐらい経ってあの仕事すごい増えたんですね仕事っていうかシステムが増えたんですね もともと運用保守とかやってたんですけど、他のところで新規開発、ウォーターホールでやってた部隊があの運用フェーズに入るからと合流しますみたいな感じであの仲間入りとかしてきてで、今最新状況で言うと何人ぐらいいるかっていうと、大体50ぐらいの人数がいます。で、皆さんどうするかっていう話なんですけど、ね、スクラムをやるときに50人の規模でスクラム組みますかねっていう話ですね。なんか 実際ラグビーで50人でスクラム組んだら超強そうですけど、あの実際のシステム開発の場合は、あのコミュニケーションをやっぱ取っていかなきゃいけないから、やっぱどうしてもその、ね、上暗黙地とかをこう共有する上で絶対人間的な上限ってあるわけですよ。だいたい飲み会とかで一つのテーブルでね、共通の話題で盛り上がれるぐらいの人数がだいたい適切って言われたりするんですけど、やっぱそれを考えると50はどう考えても多すぎると。だから何かしら仕事の再設計をしなきゃいけない、チームの割り方を考えなきゃいけない、会議体設計しなきゃいけないっていうのは、 あの、宿命としてあったというところです。で、どうやって大規模にするかっていうのを考えましょうっていうのをやり始めたんですけど、なんか、あの、私のセンスがなさすぎてですね、なんか謎のスーパーマリオみたいな絵になっちゃって、任天堂に怒られないかなって心配してるんですけど、これ何かっていうと、イソップグーマの中に3人のレンガ職人っていう話があるんですよ。知ってる人います聞いたことあるかもって。ないかなあ、知ってますあ、すごい、素晴らしい。あの、さすがデポップスですね。 知らない人も方もいると思うので、ちょっと簡単にご紹介させていただくと、なんか、あのどっかでこうレンガでたい建物を作ってる人がいるんですね。で、その建物を作ってる3人の職人さんがいて、なんか謎のコミュ力高すぎる旅人みたいな人が、この人に声かけるんですよ。あなた、何の仕事してるんですかその仕事何、何のためにやってるんですかみたいなのを、一人ずつ聞いていくんですね。で、一人目、まず聞いたら、なんて答えたかっていうと、もう見りゃわかんだろうが、あそこにボスがいて、あのボスが。 俺にやれって言うからしょうがなくやってんだよ。レンガ重たいし、熱いし、腰は痛いし、もうやってらんねえぜ、みたいなことを一人目の人は言ってる。で、二人目の人は何て言ったかっていうと、あの、私には家族がいる。奥さんがいて子供もいると。で、その奥さんとか子供を幸せに養っていくために、私はこの仕事をしていかなきゃいけないんだ。あ,あ、わかるわかる。なんなら僕もそうかもしれないみたいな思いながら聞くんですけど、まあそういう人もいるよと。で、この三人目の人、何て言うかっていうと、私はですね、レンガを積んでるんじゃなくて、 ここに大聖堂を建てるお手伝いをしてるんだと。この大聖堂ができた暁には、ここにたくさん人が集まって、そこで人とのコミュニケーションが生まれて、そこで祈りを捧げて、人々が幸せになることができる。そのために私はこの大聖堂を作るっていうことをしてるんだっていうふうに答えるんですね。なんか、何が言いたいかなんとなくわかってきたかなと思うんですけど、やっぱりこの、 3人の人が誰が一番いい仕事をするかとか、将来的に見て一番スキルの高い職人になっている人って誰かっていうと、もう考える余地ないじゃないですか。もう絶対どう考えるとも圧倒的に3人目の人強いですよねっていう。じゃあ、問題としては、この3人目の状態に、やっぱ、すべての仕事をしてる人をここに連れて行きたいわけですよ。じゃあ、それをどうしたらできるんだろうっていうのを考えたときに、他の2人と圧倒的に違うのは、この人は、ね、自分の仕事の価値はちゃんと分かってますね。 なぜこの仕事をしなきゃいけないのかとか、この仕事をすることによって誰にどんな影響があるのかっていう物事の背景、アジイルでよく使うホワイトみたいなものがすんごいよくわかってるで。そういうところの情報って普段仕事してるとすごい抜け落ちやすいんですけど、そこをなんとか伝えていきたいっていうのをあの考えてます。私たちは普段から。っていうことで、あの、あのごめんなさいね。横につれちゃったんですけど、あの、50人でスクラム組んでいくために何をするべきかって言って、あの、全然、ね、否定しないですよ。あの、政府とか、 あのレスとかスクラマットスケールとか何でもいいんですけど、既存の大規模で当てはめようってフレまくク、よく考えられた素晴らしいものいっぱいありますね。あるんですけど、それをなんか、あの私たちから見て、これが最適だからこれやりましょうって当てはめるのってちょっとしたくなくて、なぜかっていうと、あのさっきの1人目とか2人目の職人さんの状態にっぱしたくなかったから。 自分たちがなんでそれをして、なぜそれをやるのかっていう、その背景の立ち子たちも、自分たちディスカッションした上で自分たちで決めてやってほしかった。まあ仕事に正義みたいなもの、改善できない正義みたいなもの作りたくなかったんですね。なので、自分たちで考えましょうっていう場を作りました、その時は。で、具体的にはですね、あの、1ヶ月半ぐらいかけてみんなで、もう50人もワイワイかけて、まあファシリティだったらすげえ大変だったんですけど、やったんですけど、その中でもなんかこう、 ね、世の中のフレームワークはどういう考え方で設計されてるのかとか、今の自分たちのスキルセットはどうなのかみたいなものを、見ろとかに書き出しまくって、何を話すべきかみたいなレベルから、みんなにこうディスカッションをしてもらってみたいなことをしました。もう時には、みんなで投票したりとか、意見をこう付箋でバーって書き出しまくってもらったりとかして、まあ、業務の分類とか、スキルセットを作ったりとかみたいなことをしながら、あのどうしたらいいんだろうかってみんなに決めてもらうっていうのを1ヶ月ぐらい、あの週に1、2時間とか時間使ってやり続けたんですね。 で、結果、まずはここから始めてみようみたいなところで言うと、あの、まあ、シンプルとシンプルなんですけど、あの、4チームに分けましょうってなりました。まあ、これも業務カットで、ね、あの、この辺の業務が詳しい人みたいなところで、ある程度ストリームに沿うように、あの、適,で適度に依存度が低くなるように、あの、作りましょうってことが起こりました。左上のオレンジが私です。で、あと会議体も作って、 で、まあ、ここら辺はなんかレスとかの考え方はだいぶ参考にはしたんですけど、なんか一旦各自でやって全体で集まってみたいなことをやりながら会議体作っていきましょうかみたいなものをみんなでまた考えて一旦スタートしたというところをしました。で、この後、あの、同じような感じで仕事の組み立て方も考えようねって言って、 さっき運用はやっぱ個人依存全然抜けられてなかったっすよねっていうのがあったんで、それどうしようかっていうところみんな、またみんなに、これもみんなに考えてもらったんですけど、結果としてどうなったかっていうと、さっき4チームだったんですけど、厳密に言うと5チームあって、運用チームっていうものを作ろうってしたんですね。で、運用は運用のバックログを作って、運用チームは、で、それをどう回していくかっていうと、開発チームいるので、そこの開発チームの中から1人だけ選んで、1週間スプリントやってたんですけど、1週間だけ運用やっていくっていうことを、 やれば、俗人化みたいなものを排除できて、みんな運用できるし、開発できるし、デブオプスって近いところに行けるんじゃないかって発想でやったんですよ、これ。だから、あの、毎週、今週私運用、来週あなた運用みたいな感じになるっていうのをしました。で、スクランマスターもローテーションをしましょうということをしました。もともと俗人化でめちゃくちゃ苦しんだっていう覚悟があるお客さんなので、ちょっとどうするかっていうと、スクランマスターみたいな役目、要はチームの開発力を向上するみたいな。 そういうものに責任を持つ人っていうのもみんながやることによってなんか底上げにつながっていくんじゃないかなというところをこう考えました。もう俗人化許すまじみたいなね。もう絶対何があろうとそんな世界は連れてかねえぜみたいなのを考えたっていう感じです。なんかうまくいく気しかしないですよね。なんかね。します,しますよね。いや、全然、全然ダメでしたね、これ。<laughs> あの、今で言うと全然ダメでした。あの、完全にやりすぎたなっていう感じでした。これもみんなからも出てきた意見なんですけど、 で何が起きたかっていうとですね、あの特にその例えば運用の話で言うとあの、私は今週運用業務やります、エラーとか問い合わせ対応とかやりますとか、そういうのをやるんですけど、やっぱりそれやるとですね、まずシンプルに業務の流れってあるわけじゃないですか、2ヶ月間で1個のプロダクト作ろうみたいなのやるときに、ある人だけ1週間いないみたいな、ま、毎月誰か1人ゴールデンウィーク入ってみたいな感じがやっぱ起きちゃうから、途中でその業務的な観点の,あの抜け落ちっていうのは。 起きちゃうから、そのキャッチアップすげえめんどくせえみたいなことがまず起きちゃったりするのと、あとですね、運用業務ってやっぱ昔のこの個人依存だったところの背景から抜け出せられてなくて、非効率の予想、鬼,鬼のようにあるんですね。鬼のようにあるのに、それを改善するモチベーションっていうのは湧かないんですよ。なぜかっていうと、任期が1週間しかないから。1週間、めちゃくちゃ不便なやり方してる、なんかリリースとか全部手順で,で、プロファイル作ってみたいなことやってるけど、 それ1週間我慢すれば外圧が戻れるんだよな、僕って思うと、あんまそこ改善できないっていうのが起きて、大変なだけの感じになっ,なっちゃったんですね。で、なんか運用やると罰ゲームみたいな感じにもなっててで、ただ全員問題意識が持ちた。これどう考えてもダメだよね。この運用業務なんとかしないとダメだよね。でも1週間じゃできませんっていうことが起きちゃったって感じなんですね。 で同じような感じで、スクラマスターも全然うまくいかなくてあの、スクラマスターと言いつつも、もともと開発者だったので、開発者兼スクラマスターみたいなことしちゃったんですよ。ってやると、やっぱスクラマスターと言いながら、実質ほぼ9割9分開発者のままみたいな感じになっちゃったし、でスクラマスターっていうのはの、ね、会議のファシリテーションだけ務める人なんでみたいな感じで、ああ、罰ゲームターン回ってきたわみたいなこと本当に言ってる人いたんですけど、なんかそういうことがちょっと起きちゃってた。 いやあんなながっっったなみたたみいなところはこう分かったって感じで、すねで何をしたかっていうところで、これもあの私たちがトップダウンで決めたわけじゃなくて、あの現場の人とも相談しながらやったんですけど、スクラムマスターはやっぱね、チームとか仕事の環境を改善するための役目の人だから、これはちゃんと専任で置きましょうかって話をしました。で、これも結構うまくやったやり方としてはですね、あの私結構出しゃばったんですけど、メンバー全員とまずワンオンマンしました。 で本来のスクランマスターっていうのはね、チームを向上するためにねって、なんか野球でいうなんかマネージャーみたいな感じでね、みたいなことを言って、それに対してコミットをするっていう役目、あなたやりたいですかって一人一人全員聞いてもらったんですね。で、やった結果、ちょうどいい感じで、だいたい一人、一チーム一人分ぐらいなんか出てきたんですよ、手を挙げる人が。で、こんな感じになったんですけど、さらに良かったのはですね、私それやってみたいです、コミットしますっていう人が出てきてくれたから、 あの、アジャイルマニフェストにもありますけど、意欲の高い人だけ集まってくれたんですスクラマスターに。これが結構、あの、その後、々聞いてくるんですけど、あの、これ結構いい方向に行く一歩目だったなって思ってます。で、えっ、ー、と、先人のスクラマスターを置きました。これちょっと営業半分入ってるんですけど、どんなことしてるかっていうと、これはちょっとうちから送り込んだ、ちょっと例外的なスクラマスターなんですが、 まあみんなその時、当時、みんなカメラをオフにして、なんか黙々と打ち合わせしてたのを、カメラオンにしてなんかニコニコヘラヘラしてるやついんな、みたいな感じで、心理的安全性確保みたいなことしたりとか、振り返り手法いろいろ試してみましょうよっていうのをやったりとか、あとはなんかみんなが知りたいけどよくわかんない記述だったり、技法みたいなものを調べてきて提供するとか、あとはなんかワークショップ、チームビルディングみたいな感じをするために、マシュマロチャレンジ、ちょっと会議室借りてやりましょうみたいなこともやったり、みたいなことをしたりしました。 で、あとすごい、ここの会社さんの大規模がゆえのすごい有利だったところとしてはですね、あの、スクラムマスター同士が会話するっていうきっかけを、会議を作ることができたんですね。で、そこでどんな会話が繰り広げられてるかっていうと、なんかアジャイル、やっぱチームよく知ってきたよね。アジャイルの考え方ってヒントになりそうだよね、みたいなところで、あの、みんなが読んできた本を自然とこう共有するような場が生まれて、か私からやれって言わないでも勝手にやり,やり始めたりとかっていうのも起きましたし、あとはお互いのチーム状況、 とか見て今ここら辺でこういう問題が起きててさ、スクラマスターとしてチームの自立性を奪わ,奪わないようにどうやってアクションしたらいいんだろうかみたいなものをみんなでこう相談して、ああでもない、こうでもないっていうのがあのできる場があったんですよ。なんかよくあるスクラマスターってすごい孤独なんでそういうのなかったりして迷ったりするんですけど、そういうのはやっぱあの方向性、訂正をするったり、学習のためにすごいいい環境は作れたんですね。で、その結果スクラマスターが結構活躍してくれて、また現場を巻き込みながら、 運用なんとかしようっていう動きがようやく起き始めました。で、交代制やめて、専門の運用改善チームみたいな感じの体、体裁のもので、専門チーム作りましょうっていう話をさせてっていうのが今動いてます。で、実際これ、今までの,、ね、あのローテーションの背景で、みんな開発も運用もちょっとなりはやってるので、なんとなく気持ちもわかってくるし、ここでやっぱりね、あの、あのなんだ、不便なところも改善するみたいなことがちゃんとできる体制を作ってあげて、 でかつあの、チーム間、アプリ側とも協力をしながらっていうことをするような場を、ね、やっていこうねみたいなことで、やったと。で、その時その運用チームになる人、なる人もあのトップダウンで名指しでやったんじゃなくて、そのスクラマスターで手分けして、また全員に聞いて、そういう運用をするとで、運用するだけじゃなくて、運用も改善していくんだっていうのをやっていくあの、チームをやるんだとして、あなたやりたいですかって聞いたら、また手を挙げてくれる人いるんですよ、なんか。 人数も多いし。っていうところで、ちょうど5、6人ぐらいのチームが集まったんで、それを今立ち上げるために、偉い人にこう調整つけたりとかみたいなところも、スクラムマスターが、まあ、頑張って動いて、立ち上がりつつあるっていうところまでようやく来れたっていう話が起きてます。はい。で、スクラムマスターいてくれて、本当良かったなっていう話は、実は他にもいっぱいあってですね。あの いわゆるこの今大規模チームなんですね。あのアプリだけでも4チームとかいるところなんですけど、そのチームごとにみんなやっぱちょっと若干違うことはやってるんですね。依存度低く設計した,したので、あの若干違うことはやってるんですけど、やっぱそれだとなんか業務の過程りとかやっぱどうしても発生する可能性があるから、ちょっとでもあの依存度を高めるってわけじゃなくて、お互いが何をやってるのか知っとこうとか、まあ、そういうのをやる場っていうのはあった方がいいよねっていうのがあったんですね。 で、名前として成果発表会みたいな名前つけてますけど、あの、そういう会議体がもともと、あの、みんなでこう、1ヶ月ぐらい大規模化するとき話して作り上げた会議体があったんですよ。で、これも、実は最初の方はあんま全然うまくいかなくて、自分たちやった方がいいんじゃないのっていうことも言ってや始めたものではあるんだけど、やっぱどうしてもその人の入れ替わりとみたいなものとかもこうね、やっていくと、なんか、 これ意味あるこの会議ではちょっとやめてもいいんじゃね何のためにあんのっていう話が出てきたりだったりとか、あと、なんか頑張って説明をしてくれてるんだけど、あの、うんなるほど、わからんみたいな感じ <laughs> よくわかんねえぜみたいな感じになっちゃったりとか、あと目の前の開発やっぱしていかなきゃいけないのに、なんか準備大変だ、なんかモチベーション上がんねえなーみたいな、やっぱそういう声やっぱ聞いてると結構出てきてたんですね。で、なんとかしたいって思うじゃないですか、問題出てきてるわけだから。なんとかしたいって思うんだけれども、 この悩ましいところはさっきの運用とかスクラムマスターと一緒で、なんかチ,チームの中に閉じこもった会議体じゃなくて、チーム横断の会議体だから、なかなかそのチーム内で振り返りとかしたとしても、不満は出てくるけど、具体的にどうするってなると、ちょっと越境みたいな感じになっちゃうから、ね、なかなか改善のメッセージ入れられなかったんですね。っていうのでも、ようやくスクラムマスターがいることによって、全体最適目指そうみたいなことができるようになってきて、結構いろいろ起き始めました。で、例えば何が起きたかっていうとですね、あの、 そうあのさっきの話で何言ってるかわからんとか、何のためにやるのみたいな話もあったから、やっぱここはみんなの学習につなげる場であってほしいというところで、またね、ちょっとそれを達成するために、少しなんかお白おかしい要素を入れてみるのはどうだろうかみたいなものを考えました。で、いわゆるこの投票4チームみんなそれぞれ発表してもらうんですけど、その結果を投票して MVP を決めるみたいなお祭り要素を入れようっていうのを、現場の合意のもと始めたんですね。で、その際もなんか観点としては、 業務においてどれだけチャレンジをあなたのチームはしたんだろうかみたいなところだったりとか、あと単純に発表の分かりやすさ。なんか資料をどんだけきれいに作ったかじゃなくて、分かりやすく発表できたかどうか。ロジカルに話ができたかとかね。あとは、その作ったプロダクトがアウトカムの分、ビジネスの貢献度みたいなところでどれだけいいものができたかどうかっていうところと、あとはそれを聞いてる側から見てどんだけ学びがあったかみたいな話をあの4つの観点として設けて、 ここであの一番響いたチームに投票しましょうみたいなの毎回50ポイントぐらいずつぐらいこうやってんですね。で、投票率が一番大きいチームは MVP にして拍手して、で、なんかポイントが溜まっていくと景品と豪華景品と交換できますみたいなのを部長さんに予算取ってもらって始めたみたいなこともしました。ただ、これでハッピーになったかっていうと全然そんなこともなくて、あの、また新しい問題が出てくるんですよ。投票されるとなると、なんか投票されなかったからが目立つ。可視化されちゃうんですね。 なんか,良かったチームが分かると、悪いか良くなかったチームが分かっちゃうみたいなので、ってなってくると、なんか手抜けねえなとか、本当にガチでやんないと、これやべえなみたいなのがこう出てきちゃって、そうなると何をし始めるかっていうと、いい発表をするため、投票で票を得るために残業し始めるんですね。頑張ってみんなで話して、がね、やれるようにしようみたいなのがなると、これに疲労感出てきて、なんか嫌なんですけどって、またな,なっちゃうんです。 でじゃあどうするかっていうのを、これまた現場巻き込んで、部長さんとか巻き込んでやったところで言うと、もともと金曜日の朝一に運用としてやってたんですけど、そこだとやっぱこの残業問題っていうのが出てきちゃうから、木曜,、えー、と木曜日のにスクラムイベントをやってたので、なんかスプリントレビューとか振り返りとかやって、2時にそれが終わるっていうタイムボックスになってたから、そこから1時間の準備時間でや,りやるようにしましょうっていうことを、あのまたみんなと合意のもとやったんですね。 ってやることによって、木曜日はこの結果の共有をして、みんなでワイワイして、m b a をしゃばんばん、白やっつって、じゃあ帰るぜっていうのができるようになったっていうのもあります。いや、でもことは、まあそんなね、なかなか難しくて、じゃ今度はね、あの、よくなってきたんだけど、なんか発表上手になると質問ってやっぱ出やすくなるんですね。なんか新しい疑問、分かってくるとは疑問が出るっていう話で。 ってなると、なんか質問たくさん出てきちゃって、タイムボックスも守れなくて、1時間でやる予定だったのが、最初の1チームで40分使ってるんですけど、みたいなこと結構起きちゃってたんで、じゃあそこもどうするかっていうところで言うと、あと逆のやつもあるか。質問してんだけど、恥ずかしい、50人聞いてるから、ちょっと言えないっす、みたいな人も出てきちゃったりとかして、で、どうしたかっていうと、なんかホワイトボード見ろみたいなやつイメージしてもらうといいんですけど、そこに発表を聞きながらリアルタイムでこう、不みたいなのって、質問とかフィードバックとか感想とか各環境を用意してたんですね。 ってなると、あの、人の発表してる最中でその付箋がすげえバーッと増えてって、最後じゃあ5分間質問タイムを受けましょうってなったら、発表したそのチームの人が付箋とか拾い上げて、あの、時間の許す限りそれ答えましょうみたいな。なんかそんなようなことも、あの、運用としてできるようになってきて、で、今、ここまで今最近やったところだったんですけど、まあ、結果としてこの教育がすげえ楽しいです。なんか、あの、このために頑張ろうと思いますみたいな、結構ポジティブな声が割と最近は大多数を占めるようになってきて、 いったまあ、これ以上の多分改善もきっとあると思うんですけど、よしよし、みたいな感じで、いいね、みたいなところでちょっとスクラマスターいてよかったわ、みたいなものの一つだったりします。はい。で、他にもあって、やっぱり最初、あの、お話ししてたところで、なんていうんですかね、あの、会議体とか考えたときに、あの、生域を作りたくないという話をいたしました。 ね、政府とかね、そのまま入れたらそ、そ、こを直しちゃいけないんだって、それは手張りでね、いじっちゃいけないんだって、やっぱりやりたくなかったのが、なかったなっていうのは思ってたんですけど、そこは本当に狙い通りのことが起きて、最初はこういうふうに始めたらいいんじゃないのって思ってた、思ってみんながやったやつを、みんながやっぱり意見を出し合って、どんどん改善していこうっていうこともなんか自然にできるようになったんですね。ってなってきたら、やっぱね、無駄を削ぎ落とそうみたいな感じで、この会議体いらないよね、みたいなものはどんどん減らしていって、 あのこの会議体とこの会議体をマージしようみたいなことが起きたりとか、で逆のことも起きて、逆にね、そのさっき運用、もともと1週間でやってた時の名残なんですけど、運用1週間でやるんだったら、なんか1週間で完全に切っちゃうんじゃなくて、ちょっとこの、ね、バトンリレーでいう,こう助走期間みたいな感じで、お互いが何やってるかっていうのをこう、ね、あの共有して、次につなげるような、そういう会議体って絶対いるよねみたいなところであの、現場のボトムアップで新しい会議体が増えたりみたいなものが。 できてきて、自分たちで大規模アジャイルをこう回そうとするっていう、かなり気概が、ね、できて、あのまあ、今昔と今と全然会議が変わってきたんですけど、さっきの結果共有会の例もそうなんですけど、っていうあ、結構いい、なんていうんですか、事情作業が生まれるようになってきたっていうのもございます。はい。で、あともう一つ、あのまさにこの DevOpsDays っていうところにもあの関係あるする,するところで言うと、 あのビズデブですね、ビズデブあの、部長様やりたいって言ってたところ、ここをちょっとどうするかっていうのが最近結構ホットトピックスになってよく動いております。で、本当にさっきの例ともあるんですけど、本当に私が昔いた SIA のところでもよくあったんですけど、やっぱりシステム開発者って作業者になりやすいんですよ。で、本当に皆さん、普段仕事してるとき、開発とかやってるときに、この作業 この仕事ってどこの誰のどんな役に立つものなのっていうのを聞いて、すぐ答えられるエンジニアさんたちがたくさん集まってなとしたら、多分そのプロジェクトっていうかその開発チームって相当優秀というか環境的に相当いい環境で仕事してるはず。でも世の中ってなかなかそうは動いてなくて、やっぱあの、なんだっけかな、あの、テッドとかで一部のなんかアメリカ人の人とか話してましたけど、ゴールデンサークルみたいな話があって、あの、ホワイト情報ってすごいなんか、あの、消えてなくなりやすいんですね。 で、ファット、何をしてるかっていうのは、あの、自分目線で言うとめちゃくちゃ分かりやすいんですよ。例えば今、私はここの場で立って、講演をしてるっていうファットってすごい、誰の目からも明らかだったらしい、超分かりやすいじゃないですか。でも、なんでこれをやってるのかって言われると、あれ、そういえばなんだっけって、やっぱ、ちょっと考えないとすぐ出てこなかったりするんですね。それって、普段の仕事の中でも絶対起きてて、最初はなんか顧客、本当のニーズあの改善したい、世の中に価値を提供したい、そのターゲットの方みたいなものがいったとして、そこってやっぱ、 ね、あの何かをか解決したいっていうそのお,お悩みだったりとか、そういうこのいわゆるホワイト情報って、めちゃくちゃここの一番左端って、超膨大にたくさんあるはずなんですね。でもそこに対して、例えば営業さんだったりとか、業務部門の人だったりとか、まあ、何かしらシステム部門とはまた別の人だとアプローチする仕組みにもなっちゃってて、こことこうコミュニケーションをしていくとその、あ、なるほどね、あなた、そういうことに困ってるんだ、じゃあ、こうしてみたらいいかもしれないですねっていう、パッとやっぱ自然と変換されちゃうんですよ、そこって。 ってなってくると、あじゃあ,あの、そういうことを解決したいんだったら、こういう手段を使うといいだろうかっていうのが、全然ああのこの登場人物の中であの、悪意を持った人って1人もいなくて、なんだけれども、何をするべきなのかみたいな話だけがやり取りをされるようになってくるっていうのが起きてきて、結果的に、ね、この開発部門にやりたいことが起きてきたときにはあの、この画面のこの文言をこう書いてほしいとか。 あのここのボタンの位置をここからここに変えてほしいとか、ここのかなんか機能をこういうふうに動くようにしてほしいえ、なんで、そのスケジュールもなんか提示されてるんだけど、その根拠はみたいなのを言うとあの、すぐ目の前の人、業務所の人も答えられないみたいなのが、割とざらによくある。ってなってくると、なんか頑張ってんだけど、本当にそもそもそれって顧客の価値になってんだっけみたいなものも分かんないしで、なんかお互いの関係性とかもちょっとやっぱ、ね、あんま良くなっていかないですよねと。 で、まあ、さっきの話と一緒で、レンガ職人の話と一緒で、やっぱ3人目のね、あの、意欲高く大精度を作って人を幸せにするっていうものをベースに、それでファットっていうこのレンガを積むっていう手段を選択するっていうのを、さっきの、あの、メンバー全員でそれをやっていきたいわけですよ。なので、そこをやっていくためには、もうスクラマスター活躍するしかねえだろうっていう、とこで、今私たち、私含めた現場のスクラマスターでもうそこを躍起になって今やってます。で、 やっぱりそのアジャイルチームなのだからっていうとちょっとお部屋なんだけどね、あのウォーターボールチームの全員や,やるべきなんだけど、あの、やっぱりアジャイルってすごい恵まれてて、世の中に価値を提供しようってすごいなんか口酸っぱくなんかカチカチって言うじゃないですか。やっぱそれってでも本当に大事なことだと思ってて、やっぱ作業とか、いかにその仕事のプロセスをうまく回すかよりも、仮にちょっと仕事のプロセスが荒れちゃったとしても、 それによってどんな価値を生まれるのかっていうのを時間かけてでもいいから探しに行こうっていうのはやっぱ現場の開発者の人にもやってほしいですねっていうのを今ステークホルダーとか巻き込んですごい頑張ってますで具体的に言うとあのまず目先なところからやりましょうっていう意味でその業務部門とか営業の人とかとこうつないでえっ、ー、とまずね業務部門の人もすごい忙しいと思うから一気に全部変えるなんて無理だからあのまず新しいプロジェクト新しい案件始めましょうってなった時は あの、一時間でいいから一緒に集まって、あの、インセプションデッキの我々はなぜここにいるのかっていうのを一緒ね、結論でなくていいから一時間だけ話しましょうかとか、あとは業務部門と営業と全然違うことを言ってたりするので、今まではなんかね、その時困った困ったで終わってたんだけど、一回、一回集まろうみんなで。欧米あるから一回そこに集まろう。で、そこでユーザーストリーマッピングみたいなものをみんなで書き出して、その中で本当、本当の意味での顧客に価値を提供する最初の MVP ってやつですね。 って何だろうかっていうのをみんなで集まってみんなで考えようみたいなことを自然、あの結構できるようになってきました。で、部署数も十何国とか部署あって結構大変なんですけど、最近半分ちょいぐらいは何かしらの接触をして、あの、割といいかもしれないっていう、あの、攻略をできそうなところまで今、来ましたっていう感じですね。で逆、はい。で、これをやるためにも、あの、社長とかに協力してもらって、なんかね、あの、 そういう方向でやってくって意味みたいなのを全社に言ってもらったりとかっていうのを、あの部長経由でこう社長に届いリーチしてみたいなことをねね回ししたりとかっていうことも、スクラマスターで頑張ってやったりしてます。はい。で、時間やばいことに今気づいたんですけど。で、そう、あの、今後目指したい姿はもうそれも、今、富士山3号目とかって言ったんですけど、運用まだ問題だらけなんだけど、そこもちゃんと立ち上げて、あの、越境を繰り返して、バリューストリーム、本当に顧客、 に価値を届けて開発からエンドとエンドでそこの部分をいかに短くしてかつ価値の量を太くできるかっていうところをもうひたすら追求していきたいなということを思ってます。で、はい。まあ今回のあの教訓みたいなとこを簡単にまとめてましてね、一つ目なんですけどあのいきなりじ一行で自己矛盾していく最近の流行りスタイルなんですけどありとあらゆることをみんなでできるんだろう。ただしやりすぎ注意っていうことですね。本当に今回お客さんあの ね、あの俗人化がひどくて困ってたっていうところがきっかけだったんだけどそこを一気に振りすぎてもう徹底的に俗人化排除しようと思ったらそれはそれでうまくいかなかったっていうところがあるから多分そこはねあの会社さんにやって違うと思うんですよねもそこをやって改善してっていうのを繰り返さなきゃいけなくて、まあ、ただみんなでできるっていうあのポリシーだけは忘れないようにしましょうねっていうところとあと専任人のスクランマスターめっちゃ大事だなっていうのとスクランマスター同士で会話できる場っていうのはとても 必要だと思いますもし一人やってる人がいたら、あのこういうカンファレンスに出て話しするっていうのは超おすすめですね。で、価値にフォーカスしよう。何を作るかじゃなくて、どういう価値を届けるかっていうところにフォーカスを当てましょうっていうことであの、このフレーズで今頑張って今仕事を進めてますというところで、一応今日の発表は私の内容以上に。 なってます一応ブ、ブースがですねあの営業トークなんですけど、<laughs> ありますので、何かもしあったらあのお届けいただければ、あの研修とかもなんか IT プレゼントさんとかと協力しながらやっていたりしますので、あと本配っているので、もしよかったらお越しいただければと思います。はいということで、時間になりましたので、本日は以上としししたたたいいいいととと思ままますごごご清聴どうううもあありりががざざセッションはこれで終了したいと思います。